お客さんもね、こ芸コマで、うん、芸コマって何？芸が細かくて、あー、初めて知った。そう、前の輪に出てたお客さんとかもいるのよ。へー、ハワイのとか、いろいろね、お客さんのファンの人たちいっぱいいるじゃん。エヴァンのファンの方とかもいるし。へえ、なんかペンライトの動きでさ、ちょっと動揺してる感じない？いや、あるあるあるね。上げてもないし、まだね。そうそうそう、タイミングでは驚きそう、あまりって感じ。これツイッターでもよくね、みんな書いてくださってましたけど、ダンスがね、ちょっとね、リンさんは足を怪我しているのでね、うん、抑え気味なんだよね、首が止まったいよね。あとは頼んだよ。これだけエモいよね、エモい。マイクのね、このマイクでこのマイクがね、このあとね、つながっていくんですよ。12話のタイトル、つながらないと。あ、かっこいい。ここ鳥肌だよ。ね、ヒール。こことか。うん、これの人がセクシーだね。これがいい。ここよ。いや、いいね。この後見てね。いっぱい炎出ちゃってるわ。熱い熱い。俺のないじゃん、うん、女も焼けるよ。あーちゃちゃちゃ。はるか君としてソロとシンガーソングライターとしても歌ってた曲だから、うん、これがジャックジャックで歌うっていう、ね、そうね、すごい全部が詰まってる。確かに。はっ、ここ、あー、ごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。みんなに見てる時もね、そう、あーそうそう、瞬間できたー、そうできたなって感じだよね。これライブっぽく好き、わかる、お客さんも全員喜ぶやつ。うん、やめた。4月19日青春前にしに発売日をよろしくお願いします。これってチャオッピーでしょ？じゃない。え、これチャオッピーじゃないの？これね、教えてよ。明確な区別があって、あ、そう、チャオッピーはこうじゃん。そうだね。でも青春マイミッシュのこれはこうなの、うん、あ、で縦ってこと？縦ってて星になってるんですよ。あ、これ、あー、そうそうそう、あ、なるほどね。ここがてっぺんか。下はないけど、あ、まあ、顔の表情いや、そうなんだ、ね、本当にリアルだよね。ね、羨ましいもん。羨ましい。見せ方上手。じゃあ俺らさ、うん、なんかずっとかっこいい顔してるちょっとしかめつらに見える。あ、なるほどね。あ、確かに確かに。そう、なんかこの表情豊かでやってるのもいいなって思っちゃうよね。ジャックジャックもそうじゃん。ジャックジャックもそう、表情豊かにさ、うん、でもレジットのそのゴリゴリにかっこいい感じもね、また憧れるな。いいよ、こっちとしても。確かに、みんな大好きじゃん。いや、大好きだよ。あ、ちょっと聞き逃しちゃったな、今。大丈夫。あ、そう、確かに。いよいよお前が言ってる。そう、みんながこれまで乗り越えてきたことって呼ぶんだよね、大輝が。きっとお前じゃない、今日に繋がってるから。初めてだっけ。うん、うん、ほぼ最高の笑顔届けましょう。行くぞー。おいおい。ありがとうございます。こっちもびっくりしました。覗いたところも僕に覗いていた願い突き抜けて広い空にきっと約束のディライよかった、続いてなかったよ、無理だ。そうそう、ありがとう、本当に。あー、ここここあ、ここもすごい。これやってたよね。やってた、アメリカパーティーやってた。ここはね、AJ でちゃんとやってた。そう、ちゃんとやってた。ここよ、ここやばい、ここここね、ここね。まあ、感想、はいはい、サビ終わった後にそれぞれね、うん、真ん中でジャクジャクやって、うん、レジットをやってプロトスターがやってっていうあれがあるんですけど、うんうんうん、あれの僕たちのやつ好きっすね。あ、だし、うん、まだ一緒にね、リュウ君とあの坂田君、うん、もう一人のとやれてないので、うん、やりたいなっていう意味も込めて僕はそこを前面に押していきたい。いや、いいよね、かっこよかった。2人でもかっこよかったんだから、ね、3人でやったらどうなんだろう。3人だったらもうやばい、やばいんだ。そういう話で言うとさ、ジャック・ジャックもさ、そうなんだよ、1人かけ、うん、そうね、足りてる、そう、かけてて、それを開けてたから、ちゃんとみんなが完成した、うん、みんなで揃ったやつはやりたいよね。いや、でもジャック・ジャックのそのさ、うん、あのマサ君が操ってるやつ、そう、操ってるの、その感想でね、うん、ユニットごとこう違う振り付けがあって、うん、それをみんなで、その色が出た振り付けがあってね、それをやるんだけど操るのよ。そう
めっちゃかっこよかった。そう、見てくれたら分かるんですけど、そうですね、そうじゃ僕が一番年下なんですけど年上の人たち操ってるんですよいいな、そう引っ張ってる感じあるよね。そうそうそう、あと振り付けで言うとやっぱハートのとこがやっぱ可愛いよね、うん、無限のハートの、ね、あそこがお気に入りかな。あそこでぜひこうやってやってください。あのここ、ね、ファンの人と違ってくれてて、ね、そうそう待ってます。え、聞くわ。やっぱなんかみんなが違う振りしてる時が、うんうん、違う振りというか、うん、なんか繋いでる感があるやつ、うん、それ言ったら最初の、うん、イントロでーってけででで、パッ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 、なあ、全体で見せるやつね。そう、だからそこがね、確かにね。だし、あと、うん、突き抜けて広い空にの、でででででっていうやつ、カノンっていうやつか、ウェーブみたいになるやつ、そうね、とことか好きっすね。あ、俺今思い出したけど、あそこがやっぱ好きだわ。I love you, dream me のとこ。はい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 。ここのなんかそれぞれのなんか癖というか、うん、なんかキャラクターじゃなくてその実写の人たちの癖が出ててすごい好き、うん、あるある。俺はマゴシ君で、そう、俺もマゴシ君のやつが好き。マゴシ君で緩急がすごいの。そう、あの人好き、首が動くのやるよね。いや、やるやる、首が好き、めっちゃやる、めっちゃやる。他の人たちはこういう感じ、そうそうそう、そういう感じでね、あの人首で踊ってる可能性ある。そうそうそう、首で踊ってるよ、ね、そうそうそう。一応か、それはもう本当に僕がこのユナイトアップっていうのがもうお芝居が初めてだったから、そういうところで言うとなんか新しい自分に出会えたっていうか、うんうん、で僕の何お芝居っていうのを通してガクト君っていうキャラクターを好きになってくれたり、でそのキャラクターを好きになってくれたから、あのマサの歌声が好きになってくれたって人たちがいたか ら、 あら、なんかいや普通に成長したと思う。ステッキでというか自分のスキルになったかな。なるほどね、うんうん、個人的にはなんか成長したっていうより、うん、なんか成長させていただいた感はあるので、うん、なんかもっとまあ今更ですけど、もっとこうしていけばよかったなみたいなのが結構多々あっていうふうにあったので、なんかそう思わないように、後悔しないようにしたいなとはずっと思ってますね。うん、僕は歌ですね。歌が僕実は人生で初めてお仕事で歌ったのがユナイトアップだったんですよ。そう、上手に。いやいやいや、で それが一発目がハレハレやで、おなんかもっとこうしとけばいいみたいなのもそれこそいっぱいあったから、そういうのがどんどんこう経験値が積み重なっていったのかなっていうふうには思います。いいですね。いいですね。今日真面目ですね。ちょっと動いた方がいいですか。動きますか。ちょっといや、でも本当に暴れないからすっごい楽ですよ。最後だからちゃんとやろうとしてる。そうそうそう、勝手にね、脳がそうね、そういや判断してる可能性あるよ。あるのかな、うん、だってシャオピー、シャオピー、めっちゃひっくり返ったわ今日はあんまチャオピーの今日調子良くなるよ。